イタズバチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。冷静になって喋ろうと思ってるんですけども、先ほどワールドカップのドイツ対日本戦が終わりましてね、もう皆様ご存知のように日本がドイツに勝ちまして、先ほどまでパブリックビューイングというかお客様と一緒に見てて、もう歓喜のすごい状況でして、喉が枯れておりましてね、この状況で動画を撮るのはどうかと思うんですけども今日は動画を撮ろうという予定しておりましたので、予定通り動画を撮っていきたいと思うんですけど、もうその歓喜の模様はおまけの部分で動画で、その時の様子をですね動画で撮っておりますので、ご覧いただければなと思います。なんかもう感想戦でドイツビール飲みながら、やっぱり強かったねとかいう予定やったよな。そうそう、これ飲みながらこうやってね、ドイツビールを飲みながらね、もう見ててね、ドイツは強かったなーで終わるかなと思ってたら、日本勝ちましたよ。ほんまにすごいよ日本ね。はい、ということで今日はですね、こちらなんですけど、朝霞蒸留所のボトルなんですけど、ビームス朝霞蒸留所コラボウイスキーということで、まあビームスといえばファッション業界の優というかですね、大学の頃からですね本当にお世話になったおしゃれなブランドでございまして、まあ男性なら一度はお店に行ったことがあるんじゃないかなと、で一度はビームスで服を買った方もいらっしゃるんじゃないかなという、そのビームスさんと朝霞蒸留所がコラボしたウイスキーということで、まあ、ウイスキーファンの方ならご存知かもしれないですし、気になっておられる方もいらっしゃるかもしれません。で価格の方が若干いいお値段なんで、これどうなんやろって思っておられる方結構いらっしゃるかもしれないので、テイスティングをして、まあ、どんな感じなのかということをお伝えをしていきたいと思います。ビームスさんと福島県との共同の県の魅力を発信するプロジェクト、福島モノマップというのがありまして、その37弾としてリリースをされたということで、11月の1日にリリースをされました。まあ朝霞蒸留所といえば、以前にも動画にさせていただきましたこちらなんですけども、まあ、世界最優秀のブレンデッドモルトウイスキーを受賞したことで、まあ、有名で、ラベルのデザインも同時に受賞されたんですけど、過去の動画でもお話をしたんですけど、朝霞蒸留所の原酒といえばやはりフルーティーさがもうとても際立ってね、私たちとしてもジャパニーズウイスキーの中でも星の蒸留所の一つとしていつも取り上げさせていただいてます。なのでこちらのボトル、まあ、非常に期待できるのかなと。っていうかもうこれ実は私たち一度いただいております。でもうさっき結論から言います、めちゃめちゃうまいです。どううまいのかということをねお伝えをしていきたいと思います。で朝霞蒸留所さんのことはもう以前の動画でもお話をさせていただいてますけども、ざくっとお話をさせていただきますと、江戸時代から続く笹戸川酒造さんの築100年の蔵を改装して朝霞蒸留所を立ち上げられたという経緯があります。今回のこのボトルなんですけども、ビームスジャパンの別注商品として発売をされてます。山桜シングルカスクジャパニーズウイスキー朝霞代々エディションということで、代々ですね、代々色、オレンジ色、なんで代々かと言いましたら、ビームスさんのロゴがオレンジ色だからということだと思います。そうやな、だと思ってんね、あれ代々やもんな、うん、代々のニュアンスがあるとかそういうことではないと思いますね。内容の方は朝霞蒸留所のこれシングルカスクでございまして、700ml でアルコールが 62% ということで、カスクストレングスでございまして、価格の方が16,500円となかなかのいいお値段で、ましてこのコラボウイスキーでこの価格なので、どうなんやろうと思って二の足を踏んでおられる方いらっしゃるかなと思います。冒頭にも言いましたように、どんな感じなのか改めてテイスティングをしてねお伝えをしていきたいと思います。興奮して喋りがちょっと興奮状態やわ俺。俺のグラスない声枯れてるわ。この中入って初めて声枯れたかもしれない。お色の方こんな感じでございまして、琥珀色の綺麗なお色をしております。はい、ちょっと薄めか、そんなに濃くない、ただゴールドまではいかない。でこれはバーボンダルのシングルカスクということで、やっぱりいい香り、バーボンダル特有のバニラ感がきて、ナッティーな感じでオレンジの感じ、もうバーボンダルの代表的な香りが全部揃ってる。バーボンダルで熟成したウイスキーってどんな感じなんですかって聞かれたら、これを出したいレベルで、いやな、ほんまにもうバーボンダルのお手本のような、これ嫌な部分が一切ない香りがしますね。で62度なんですけど、香りからのアルコールの刺激ってそんなになくて、アタックないな、うん、でこれ揺らすと
そこそこのやっぱり年数はあるな。熟成年数が4年でございまして、限定数がね209でございます。まあバレルのアウトダウンとしては普通、まあそんなもんやな。でこの動画を撮ってる時点でまだあると思いますので、もし気になった方すぐにポチってください。決して回し物ではございませんが、期待を裏切らないかなと思ってます。ということでテイストの方、オレンジピール、オレンジ、甘さもあるし、やっぱりこの62度なのにアルコールのその刺激がやっぱり来ないな。なんかこの例えが正しいのかどうかわからへんし、なんかあんまり言うかどうか迷うねんけど、グレンオレンジみたいじゃない。グレンオレンジのちょっと凝縮感、ナッティーで柑橘でバーボンダル中心 で似てる。でもグレンオレンジよりうまいで、うん、凝縮感のあるグレンオレンジ、モーレンジの10年よりこっちの方が美味しいよ。うん、加水で飲んでみたいと思います。うわー甘い、うまい。もう加水でバケるよ、うん、加水秀逸。褒めてばっかりやけど、でも褒めるわ、これうまいもん。もう日の打ちどころがないよ、うん、香り的にはストレートの方がいいねんけど、うん、味が弾けるな。華やか、フローラル、華やかな感じが加水でパッと開く感じですね。ストレートがなんかカメラでいう絞り F8 みたいなこうパキッとした感じやったら、こっちはもう F1.8 の開放っていう感じだよね。それよく分からんけど、あ、そう、氷取ってロックで飲んでみたいと思います。この感じのやつはもう基本ね、ロックはフルーティー感、もうストレート飲んだ時にこれはロックうまいやろなって思わせるような味や、これな。あのオレンジ感がより出てきよるな。さすがに度数が高いだけあって凝縮感がこうグッと増してくるし、うん、気やされることでよりこう一体感というか、で余韻もフルーティーで、余韻もオレンジピール、オレンジあるわ、うん、モーレンジよりうまい。うまいもん何遍も言うけど、うん、モーレンジよりうまい、うん、モーレンジの超熟物と総液ぐらいや、うん、僕4年やけどさ、4年でここまで来れるかと、うん、4年ですからね。言うてもね、朝霞蒸留所っていうのはすごい寒暖の差が激しいっていうところで、そことがすごい熟成に適してるっていうふうにも言われてる。樽感が制御できてない感じは一切ない。そう、樽感出すぎてないね。もうちょうどええ具合な、ちょうどいい塩梅なんや。バレルで200個つったらもうすごいいい状態で置かれてたなって感じやし、朝か今まであかんのないよな。あ、これはちょっと微妙かなっていうものはない。このな、賞取ったこれもそうやけし、うん、どれも言うても4年や。だから4年でここまで来るのはすごいし、ファーストピーテッド、で今年のエディション、これもうまい。さあこれなんかもうあと 2,3 年したたったらもっとすごいことになるんちゃうかな。バケモンなんで、うん、日本のクラウド蒸留所の中でもやっぱここは抜きに出てくるんちゃうかなって。もう今でも抜きに出てんねんけど、というかやっぱりノウハウなんやろな。昔から言うてもウイスキーはやってはるやん。アクト一郎さんがアドバイスザーとして入ってはるっていうのもやっぱりあるんちゃうかなって思います。なんかね、最近やっぱりジャパニーズいろいろ出てきてるやんか、すごい出てくるなと思うのが経験の差や、ね、もともと焼酎とかも含めて他の蒸留所をやってたところって上手なんよな、醸しのコントロールというか。長浜もビールでもともとモルトはなる、神之助も芋麦米焼酎やってるし、ということでこの 16,500 円を出す価値はあるかなというふうに私たちは思いました。あるかなじゃないな、もうあるなと。3日ほど前に飲んだ時に、あ、これはうまいわって。16,500円ビームスに払えばとても美味しいバーボンダル熟成のジャパニーズウイスキーが手に入りますっていうこと。しかもカスクストレングスです、うん、どうですか奥さんっていうことでございます。これが参考になったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ツイッター、インスタグラムのフォローの方もよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。冒頭言いましたように日本対ドイツ戦の勝った瞬間の動画を撮っておりますので、どうぞ。ラストプレイヤーな、ラストプレイヤーね。ああっ、ええぞええぞ。キーパー2人いるし、まだいる、まだかい。おお、勝ったー！よっしゃー！ドイツに勝ちました。おめでとうございます。はい、そんな感じでございました。興奮したな。ちなみに
うちの店始まって以来、ウイスキーアドバイザーが興奮しすぎてグラス割りました。おーい、バッシャー。まあ私はね、ちょいちょい割らせていただいてるんですけど、ちょいちょい、いやもう疑問符いいですか、あのあの、まあ、まあちょいちょい割らせていただいてるんですけど、あのウイスキーアドバイザー初めて割りました。ほんまに初めて割りました。こんな時ぐらいグラスを割らせてください。いやー、しかしまさかドイツに勝つとは思えへんかった。もう今日はあのもう負けたし動画やめとこうってなる思ってて、俺ちょっと寝れそうにないっす。いや、ちょっとな、まだ興奮してるわ。久しぶりに興奮した。ちなみに今日はあの水曜日にこれ撮っておりまして、定休日なんですけど、まあ今日は祝日ということで開けようかと。で、日本ドイツ戦あるし、もう夜遅まで開けようかって言ったお客さんもバーって来ていただいてね、もう皆さんと盛り上がらせていただいて、こんな盛り上がるとは。もう前半終わった時点でこんなもんあと5点ぐらい取られてって、ボールの支配率80対20やったな、これあかんでって言うてたら、なんか別人や日本。後半がすごかった。何やったあれ、前半と後半のあのこの別人感。ハーフタイム超えてなんかチームが変わったもんな。ドアンな、うん、ドアン入って変わったな、うん、ただこれまだ初戦でございますからね。まだ今後 コスタリカやな、コスタリカ、スペイン、スペインは、まあスペインはな、だから次コスタリカに勝ったらこれもう次いけるで、スペイン負けても、スペイン負けてもな。ドイツは焦ったはる。もうこれスペイン対ドイツ激アツっすよ。激アツや、これな。おもろなってきた。っていうか、この後のスペイン対コスタリカの結果いかんで、さらに。っていうか、もうワールドカップこんな盛り上がってくるかと思わへんかった。もう。なんか超スロースタート。もう俺めっちゃ冷めてたからな、今回は。ドイツもう、そんなん、もう次のワールドカップ目指せ、みたいなこと言うとったからな。ドイツ、スペイン、コスタリカ、これどう上がっていくねんって。上がるがな、日本やるがな。やりよるがな。次コスタリカをどう戦うかやけどな。ここで負けたら話にならない。まあそう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 、だからここはね冷静に。でも今夜ぐらいは喜んでいいんじゃないですか。まあただ皆さんもちょっと冷静にね冷静に冷静に見ながら。当の本人たち全く冷静じゃなかった。冷静じゃなかった。特に長友、長友長友冷静じゃなかったからな。冷静じゃなくなるで。そのドイツ初めて勝ったんちゃう、これ。引き分けはあったかもしれんけどさ、なんかのなんとかカップとかなんちゃらとか知らんけどね、あのそこまで知らないんですけど、まあどっちにしたってお前ワールドカップで勝ってんから、お前すごいで、そんなもん。さあ渋谷のスクランブル交差点もどうやらことになってますけど、道頓堀はあの飛び込めないようにね、警官がグワーってなってますからね、皆さん飛び込んだらダメですよ。ドイツ初勝利、対ドイツ初勝利でワールドカップ優勝経験のある相手にワールドカップで勝ったの初めてや。喉も枯れてるし、もう興奮して、もうビールどんだけ飲んだか俺よう分からへんねはっきり言うて結構飲んでますけどね。ということでおしまい。